皆さんこんにちは。このビデオは日本に来た皆さんが造船所や工場で怪我をせず健康な体で働くことを願って作成しました。慣れない環境の中で技術を習得しより良い生活を送るためには怪我をしない、災害に遭わないことが大切です。このビデオを皆さんの安全と健康に役立ててください。日本での生活が皆さんの人生にとってかけがえのない経験となることを願っております。まずは塗装作業を行う皆さんの体を守る作業服と保護具について説明しましょう。塗装では毒性の強い有機溶剤を含む塗料を扱います。有機溶剤から蒸発する気体で中毒を起こす可能性があります。またその気体は引火性が高いので火器の使用にも注意しなければなりません。塗料による中毒災害や火器による爆発災害を防ぐには着用する作業服や保護具のルールがあります。一つずつ見ていきましょう。作業服は有機溶剤である塗料が付着しないようにファスナーやボタンを閉じて肌が露出しないようにすることが大切です。塗装専用の作業服を着用しましょう。塗装作業で履く靴は滑りにくい靴底のものを選びましょう。ズボンの裾は機械に巻き込まれたり引っ掛けたりしないよう絞っておきましょう。防毒マスクは塗装作業に不可欠な保護具です。塗料に含まれる有機溶剤が気化した成分を吸い込まないように必ず防毒マスクを着用してください。装着したらフィットチェッカーで密着度を確認しましょう。ヘルメットは落下物や転倒にあったときに皆さんの頭部を守る大切な保護具です。ヘッドバンドと顎ひもは激しく動いてもずれないようきちんと調整して装着しましょう。防毒マスクの他には早期マスクがあります。ゴーグルのついた頭巾タイプやフルフェイスタイプなどがあり、ホースをつないで新鮮な空気を直接内部に取り込みます。工場の中は鉄板をハンマーで叩くなど騒音が激しいので耳栓を着用しておきましょう。塗装作業には磨き作業がつきものです。サンダー掛け作業の時は鉄粉や鉄の破片などが飛び散るので必ずゴーグルや全面マスクを着用し目を保護しておきましょう。吹き付け塗装を行うエアレス塗装機は人体を貫通するほどの高圧で塗料を噴出します。ホースの亀裂やスプレーガンから吹き出した勢いで怪我をする可能性もあるので手袋を着用しておきましょう。塗料に含まれる有機溶剤が蒸発した気体は引火性が高いので火器の使用にも注意しなければなりません。
ライターなどの火種は作業場に持ち込んではいけません。これはスプレー塗装しているそばで火気作業を行ったために気化して漂っていた有機溶剤に引火して爆発した災害を再現したものです。隣接した区画で塗装作業と火気作業が混在しないよう作業の調整をしてください。一日の作業の前には体操で体をほぐし、しっかりとウォーミングアップをしておきましょう。現場で緊急事態が発生したら大きな声で仲間に伝えなければなりません。普段から指差し呼称などで恥ずかしがらずに大きな声を出しておきましょう。朝のミーティングでは今日一日の作業内容を確認しておくことが大切です。疑問があれば積極的に質問し、メモを取る習慣をつけ、円滑に作業が進められるよう心がけましょう。